パーリスタのチャネリングメッセージ。FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。パーリスタです。この番組は高次元の存在からタロットカードを通してメッセージを受け取りお伝えする番組です。高次元とは神様、仏様、ご先祖様など見えない守護の存在のことを言います。普段お仏壇や神社仏閣などに行った時、手を合わせてこちらのお願い事を伝えていると思うんですけれども、それとは逆に高次元の存在もこっちの話も聞いてくださいっていうことを伝えているんですね。で、そのメッセージを受け取りお伝えしていきたいと思っております。はい、それでは早速今回のテーマをタロットカードから出していきます。出しているカードは FM 那覇さんの YouTube で公開しているので、そちらもぜひご覧ください。はい、それでは、本日のチャネリングメッセージのテーマを出していきたいと思います。本日の放送が12月26日なので、前日がクリスマスだったと思うんですけど、クリスマスは皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。私は子供たちがいるので家族で過ごしたんですけれども、いつも思うんですけど、なんかイベントの後って結構ぐったりしませんか？私ですだけですかね。結構なんか終わったみたいな感じな気持ちになるんですよね。はい、なのでなんか今日ですね、この12月26日はなんかゆったりできるような気持ちになれるといいなと思って、なんかカードさんにもなんかそんなようなメッセージを伝えてほしいなっていうことで、はい、ちょっとカードさんたちに圧力をかけてみました。はい、では本日のチャネリングメッセージのテーマをまず出していきます。テーマをこちらのホワイトヌーメンさんですね、ホワイトヌーメンさんカードから出していきたいと思います。クリスマスはもうね、皆さん過ごし方は様々だと思うんですけれども、この恋人がいる方とかも一番楽しい時期なのかなってね思うんですけど、やっぱ次の日ってなんかね、はーってなんないですかね。私だけですかね。はい、では本日のチャネリングメッセージのテーマですね。はい、まずペンタクルスの6がパッとめくれて出てきました。こちらと、はい、8オブカップスの逆位置ですね。はい、本日のチャネリングメッセージのテーマなんですけど、そうですね、このペンタクルスの6っていうのが自分で得た収入とか思ったよりこの得られた収入とかをなんか周りの人にも分け与えるみたいな、カードなんですね。でこの絵柄に描かれているのがなんか坊主の男性が、天秤を持って、あと枝葉を持って、多分ホワイトヌーメンだと思うんですけどと一緒に歩いているっていうね。で周りにコインが6個、あってっていう絵柄なんですけど、でもう1枚が8オブカップスで、なんかこのカード見るときいつもですね、沼ってるっていう感じに見えるんですよね。この絵柄もこの紫色の
なんかこの海とか湖みたいな感じなんですけど、で周りに魚がいて、でその湖の中に女性がこの何て言うんですかね、浸っているというか、うん、そういうカードなんですけど、うん、なんかこのカード見るたびに色合いも紫なので、なんか沼ってるっていうのを感じるんですよ。で、今回のテーマなんですけど、なんか沼りすぎて、なんていうのかな、沼りすぎて、逆になんかその沼がいいようになったっていうのをなんか感じるんですけど、ちょっといい言葉が思い浮かばないんですよね。なんて言えばいいんだろう、沼りすぎて好転した、うん、沼るってなんかあんまりいい言葉じゃないと思うんですけど、なんか沼もうなんかそこの底まで沼ったおかげで逆にいい方向に行ったみたいな感じですね。はい、ではなんでこういうテーマの意味なのかっていうことをね、あのカードさんに聞いていきたいと思います。私も今のところ全く理解できていません。はい、では静香さんカードからですね。静香さんカードからもらっていきます。沼りすぎて好転、はい、あと1枚、はい、静香さんが、のび太くんをおんぶして私に捕まってっていうカードと、はい、でもう一枚が、あの静香ちゃんがバイオリンを弾いてて、でのび太くんが正座して汗かきながらそれを聞いてるっていうカードですね。はい、なんかこの2枚を見て、まずは助け合いっていう、言葉が入ってきましたね。あの1枚目の静香ちゃんがのび太くんをおんぶして私に捕まってって言ってるメッセージが、のび太くんを助けてますよね。でもう1枚がこの静香ちゃんはバイオリン好きでやってるんですけど、あのジャイアンの歌並みに結構ひどいんですよねこれ。でこの、のび太くんも困ってるっていうカード なので両極端ですよねこれ2枚とも。だからなんか持ちつ持たれつみたいな感じで、はい、だから これがねなんかペンタクルスの6の意味合いとほぼ一緒なんですよ。助け合いみたいなね、自分ができることは相手にもしてあげて、自分も相手から助けられてみたいなね、意味合いがあるので、なんかあの協力関係、ってことをなんか言ってますね。はい、なんかだんだん少しずつちょっと見えてきたんですけれども、その前に一応テーマに対してのメッセージから見ていきたいと思います。はい、ルノルマンカードですね。なんかやっぱ人は一人じゃ生きられないってなんか言葉が今入ってきて、で、この一人で生きられないっていうか、やっぱ協力、周りと協力し合ってとか、自分のこのできないこととかそういうことはなんか恥ずかしがらずに誰かに救いを求めていいんだよってことなんか言っているのかなって気がしました。はい、ではテーマに対してのメッセージですね。ルノルマンカードからなんですけれども、ハートのカードですね。ハートのカードとあとはユリですね。ユリ、まあ、ハートはもうそのまま心とかね、もうそういうことを心のつながりとかそういった意味合いがあって、でユリがこの純粋な気持ちとかそういった意味合いを表すんですね。はい、なのでこのテーマに対してのメッセージなんですけれども、そうこのカードさんたちが出てきた内容からも言えることなんですけど、
自分が苦しい時とか、まあ、相手が苦しそうにしている時は自分ができることをやってあげましょうってことを伝えてくれてますね、で自分がそのなんていうのかな、この私利私欲みたいなのじゃなくて助けてくれた代わりに何かこの要求というかね、そういうことじゃなくて、自分が苦しんでるときは誰かから助けてもらえるし、で誰かが困っているときは自分もできるだけ自分のできる範囲で助けることができたなら、なんかそれがこの自分の周りで大きく言えばなんか地球を良くしていけるよってことを言ってますね。なんか結構壮大なんですけど、はい、なんかその連鎖がこのいいこの連鎖をね生んでいくよってことを伝えてくれてます。はい、ではですねここらで1曲をお届けしたいんですけれども、はい、今回はですねブリンク182の I miss you です。はーい、
ブリンク182で I miss you でした。はい、それでは本日のチャネリングメッセージのテーマなんですけれども、シックスオブペンタクルスの正位置と、あとエイトオブカップスの逆位置ですね。はい、でテーマがですね、沼りすぎて好転、でしたよねで、これメッセージを読んでいって気づいたんですけど、この沼るっていうのは、この自分が苦しい状態ですね。自分が苦しい状態っていうのは、どんどんこの泥沼にはまっていっちゃうけど、実は周りにね、助けを求めることができたら、すぐこれは好転していくんだよ、いい方向に向かうんだよ。なので、一人で悩みを抱えすぎずに周りと協力しましょうってことをなんか伝えてくれてましたね。はい、でこちらがテーマでした。でこのテーマの意味が、しずかちゃんがのび太くんを抱えて私に捕まってって言ってるカードと、あとはしずかちゃんがバイオリンを弾いてのび太くんが汗をかきながら苦笑いしながら聴いているカードですね。はい、で、このテーマの意味も、このお互いね、助け合い協力っていう意味合いがありました。はい、でテーマに対してのメッセージなんですけれども、ルノルマンカードからハートのカードと、あとはユリですね、ユリのカードが出ました。でこれは純粋な心でいると、この自分が困っている時も誰かを素直に助けて、誰かに素直にこの救いの手を求める、で誰かが困っている時も自分ができることはやってあげる、それをすることで、この自分の周りだったりで、あとは引いてはですね、この大きく言えば世界もそういうこのね、いい波動っていうか、この循環が起こるよってことを伝えてくれてました。はい、ではですね、最後にメッセージを、ネフェルタリさんのタロットカードと、あともう静香ちゃんがもうちょっと喋りたいみたいなので、静香さんカードも出していきます。はい、2枚出しますね。お、出ました。ひっくり返って、静香さんのカードも出してから読んでいきますね。はい、こちら1枚ですね。はい、ではまずネフェルタリさんのカードを、これはウィール・オブ・フォーチューンですね。運命の輪のカード正位置と、あとフールのカードが正位置で出ました。これすごく2枚とも強いメッセージなんですけど、タロットカードって大アルカナ、小アルカナっていうのがあって、大アルカナは、全部合わせて78枚中の22枚なんですけど、はい、なので大アルカナが続けて2枚出ること自体がもう結構すごいことで、でこの2枚のカードも、フールのカードがおバカさんカードなんですね。なんかバカにな、本当にバカになるってことじゃないですけど、このなんていうのかな、あんまりこの自分の思考にとらわれずに思うように行動するっていうことなんですけど、まあ、それをおバカさんって言ってるんですけどね、このカードが愚者のカードって言うんですけど、このおバカさんカードが出ているのと、でこの運命の輪、これがもう好転していくっていうカードなので、なんかこのね、最終的なテーマのメッセージの
言っていたことがなんかそのまま言っているのかなと思いました。なんかおバカさんになることでなんかね、あの誰かがこれお願いしたら変に思われるかなとか、うん、なんかそういうこと思わずにまずは行動してみる。で自分もここでなんか手助けしたら相手に悪いかなとか、なんかそういうことを考えずに自分のいいことだと思ったこと、助けてほしいと思ったことを素直に行動していくことによってなんか全てが好転していくよってことを伝えてくれてます。はい、であと静香さんですね。すごいです、のび太が安心しなさい、僕がついてる、だから心配なのよって静香ちゃんが言ってますね。はい、もうちょっと面白い出方したなと思ったんですけど、のび太くんに任せられないよっていうね、静香ちゃんの気持ちと、もう大船に乗ったつもりでいろよっていうのび太くんの気持ちがね、この愚者がね、やっぱのび太くんっていう感じですよね。はい、でもそれぐらいの気持ちでいることがね、なんか相手を思う気持ちとかそういうことにつながっていくのかなって思いました。のび太くんも自信はないけど、静香ちゃんのためだったらもう火の中水の中ね飛び込んでいくよっていう、なんかそういう気持ちなのかなっていうのも感じたので、うん、なんか困っている人がいたら自分ができることは助けてあげて、で、自分も困っていることがあれば素直に誰かの助けを手を借りるっていうねことをするといいのかなと思いました。はい、あ、なんかあと1枚ルノルマンカードが出たいって言っているので、もう1枚メッセージをもらいますね。はいはい、ツリーのカードですね、木のカード、うん、なんかこのカードを成長とか今度高いところから見守るとかそういう意味合いがあるんですけど、なんかこれを見て今回感じたのが、この高次元の存在ですね。高次元の存在は全部を見ているよと、で何にも心配せずに自分の思うことを自信を持って行動しなさいってことを伝えてくれてますね。なんか自分の思考でこれ大丈夫かな、あれ大丈夫かなっていうのって実はやっぱ広い目で見るとちっちゃいことなんですよね、うん、だからなんかそんなちっぽけなことにあんまりこだわらずに、もっとのび太くんみたいに自信がなくてもどんどん行動していこうよってことを伝えてくれてます。はい、では今回のチャネリングメッセージは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。何かピンときたことや気づきがあると幸いです。メッセージは必ずしも受け取らなくても大丈夫ですよ。今日この番組に縁があったことで、今後のあなた様の日々に光が差していくよう願っています。ありがとうございました。良いお年を。78.0